押本武彦、押本武彦、押本武彦、1982年10月28日帯は、千葉県流山市出身の元プロ野球選手、投手、右投げ右打ち。小学生で流山市の少年野球チームで野球を始めた。中高では、大舞台とは無縁であったが、日産自動車では2003年の第三十回社会人野球日本選手権大会。 優勝に大きく貢献した。2003年のドラフト会議で日本ハムファイターズから4巡目で指名を受けた。日本選手権の終了を待って、推定契約金8000万円、年俸1500万円で仮契約し、入団した。和キャンプ、開幕は2軍で過ごしたが、1軍投手陣の不調と2軍での高騰により、4月、早々に、初の1軍昇格を決めた。 4月9日に初登板すると、自身3試合目の4月16日の対、千葉ロッテマリーンズ戦、プロイル初先発。5回を1失点に抑えて初勝利を挙げた。以降先発ローテーションに定着したが、中継人の不調により勝ち星は伸びず、6月と8月に2軍降格も経験。1軍には定着しきれなかったものの、7勝を記録し、一時は、 新人王候補にも名前が上がるなど、まずまずのプロ入り一年目を過ごした。のキャンプから春先にかけては、先発候補として期待されていたが、調子が上がらず4月半ばに2軍降格。復帰後も安定感を欠き一勝もできず、11試合の当番で防御率も6点台に悪化してしまった。この年、一般人の女性と結婚。は、 前年の成績を受けて二軍生活が続いたが、高等を続けていた。6月に一軍昇格すると、中継ぎで登板。6月末には、投手枠の関係で降格したが、7月半ばからは一、軍に定着した。その後は主に先発投手陣が崩れた際の、早い回からのロングリリーフとして登板し、岡島秀樹、武田久氏に繋ぐ中継ぎの柱として、大活躍した。 最終的には二十五試合に投げ、無敗の五勝、すべて先発が五回以前で降板した、際の勝利、防御率一点五零という圧倒的な数字を残し、チームのレギュラーシーズン一位に大きく貢献した。は、開幕から十三試合のうち八試合で失点し、五月終了時の防御率が9点台と非常に内容が悪かった。しかし六月から八月上旬にかけては十試合連続、 無失点を記録し、日本ハム時代では、最多の36試合に登板。防御率こそ4.60と不調であったが、イニング数を上回る、脱三振を記録した。秋キャンプでは、飛躍を期待され、新コーチの吉井正人から熱心に指導を受けてた。1月11日、藤井修吾、坂本八太郎、三木はじめと3対3の交換トレードで、川島慶三。 橋本義孝と共に東京ヤクルトスワローズへ移籍。移籍後、押し元の獲得を望んだ元 GM で新監督の高田茂から抑え投資候補として期待をかけられ、開幕一軍の座を掴んだ。主に8回を抑えるセットアッパーとして登板。3月29日対読売ジャイアンツ戦で移籍後初勝利を挙げた。開幕より24試合連続無自席点を達成。 5月23日の対ロッテ戦で、プロ入り後一軍公式戦初セーブを記録した。同じく中継ぎの松岡健一と、五十嵐良太そしておさの林床雄も安定した投球内容を続け、試合終盤は五十嵐松岡押本林床雄というリレーが、スワローズの勝利の方程式として確立されている。序盤は防御率が0点台と、驚異的だったが、夏場にかけて、 疲れからか大量失点をすることが多くなり一時防御率が三点台に跳ね上がってしまい一時は二点台まで戻すも失点することが再び多くなり三台へと戻ってしまったその後も抑えた後は打たれ打たれた後抑えという展開が続き最終的には三点三四、だったそれでも自己最多の六十七試合に登板し二十七、ホールドをマークした 10月13日神宮球場でのレギュラーシーズン最終戦でホールド。6回表一し無奏者の場面で登板し、現役最終打席を迎えた横浜ベイスターズの代打、鈴木隆則をファーストゴロに打ち取った。は、前年の疲労蓄積からか、前半戦は不調でロングリリーフや敗戦処理を担う場面が多かった。9月、先発陣が 相次いで不調や怪我に陥ったため、日本ハム時代以来の先発を任されることになった。10月11日の対中日ドラゴンズ24回戦、神宮でシーズン初セーブ。9回表にしむ走者の場面で、現役最終打席を迎えた代打、立浪和義をセカンドフライに打ち取った。前半戦は不調だったものの、シーズンを通して、 中継ぎとして活躍し51試合に登板して、防御率2.67を記録。は2年ぶりに60試合以上に登板し、防御率、脱三振は前年より向上し、基本類がは減少した。は、前年より防御率は悪化したが、チームトップとなる65試合に登板し、チームの優勝を争いに貢献した。は、 登板数とホールドは前年とほぼ同じという成績を記録した。は26試合の登板に終わった。はわずか6試合の登板に止まり、10月1日に球団から戦力外通告を受けた。12月2日、自由契約公示された。その後もトライアウトを受けたが、オファーは現れず、12月5日、現役引退を表明した。 2014年12月11日、古巣の北海道日本ハムファイターズと打撃投手として契約したと発表された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。